あとはですね、いろんなホース出てるんですけれども、皆さんが一番よく使うホースが、取っていただいて、右肩から1本ホースが降りてきています。これを実際に加えて呼吸していくんですけれども、このマウスピースの部分、加え方があります。あー、いい、うの口で加えるとうまくいきます。あーで大きく口を開けて、いいでこの U 字の内側の部分を歯で軽く噛んであげてください。で、上で最後マウスピース全体覆うような感じで加えます。実際加えます。こんな感じです。あこんな感じで呼吸をしていきます。で、このホースから勝手に空気が出てくるわけじゃなくて、皆さんしっかり加えていただいて、吸っていただいたら吸った分だけ息ができます。で、吐いたら吐いた分だけこの横から泡になって、音がします。で、呼吸するポイントとしては、初めての方、特に水中で呼吸を吸っとかないとという気持ちが強くなって、吸い気味の呼吸になる方が多いです。なので、まず初めはしっかりと吐いてあげてください。吐くことを意識しながら呼吸してもらうと楽に呼吸できます。これもまた足のつくところで練習していきますので、今はなんとなく意識してもらって覚えておいてください。